皆さんこんばんは、大木です。今日も早速参りましょう。エクストリームコミックスキングダム編。腕が回りませんね。ここそれでは早速やってまいりましょう。今日皆さんにお伝えするのはこちら、漫画キングダムです。さあ、こちらはですね、ヤングジャンプに掲載されております漫画でございまして、私はそちらに出てくる天下の大将軍、大木将軍でございます。さあ、ここで今日皆さんにお伝えしたいことはただ一つ。そう、私大木将軍の笑い方についてでございます。気になる方もいらっしゃったんではないでしょうかね。ここというわけで、ここからお話ししていきますが、なんと大木将軍以外のキャラクターは一切出てまいりません。あの人もあの人も出てこないの？という、そこのあなた、大変申し訳ありません。しかし、だからこそのエクストリームです。それでは早速いきましょう。まずはこちら、天下の大将軍大木と書いてありますが、私と笑うのが皆さんの中では共通認識なんではないかと思います。さて、私が初めてと言ったのは一体いつなのか。それはこちらです。成の反乱戦終盤、私が党のところから登場するシーンで初めてと言います。武漢の党が隣ではしごを一生懸命登ったり降りたりするんですけど、結局意味がなかったというオチになります。その次ですね、こちら新王衛星への質問、こちらがですね、どのような王になりたいのかと私が問いかけましたところ、あの男はですね、中華の唯一王になるということで答えをいただきました。そしてなんとその時、私のの回数は14回でございます。非常に多い、満足の表れですね。さあ、そして馬陽戦、こちらは因縁の宝剣との戦いのシーンでございますが、その戦いの最中、李牧が早めに到着するという珍事件が起きました。そんな中で私はなんとを前後につけるという、まさかの挟み込みを披露しております。これもまさに驚きの表れということでございます。そしてモフンという独特のこの言葉でございますが、これは登場するときに使いますよ。ここ。さあ、そして私がこことよく笑ってるのを皆さん気にされていると思いますが、そこはですね、冗談やからかうときに実は使っておりますよ。ここ。若干平原の戦いのときでございます。こちらがね、信がね、私に質問してくるわけですよ。どうやって大将軍になったらいいんですかと。その時にね、私は彼にここと答えるわけでございます。さあ、そして最後、そもそも大将軍の私に教わろうなんて虫が良すぎる話ですよ。これが私の生涯最後のここになりました。最後でもちゃんと笑ってますね。さあ、というわけで私の笑い方、皆さん分かっていただけましたでしょうか。まだね、教えてほしいな、大木将軍のこととか、他のキャラクターの話が聞きたいなという、そこのあなた、しっかり勉強しておりますからね。私が出ていない時の話もこの後しっかり教えていきたいと思いますから、またこのエクストリームコミックスキングダム編、ぜひ見てくださいね。ここ